やあどうも、パチプロマリサだぜ。今回は2022年2月7日からの新台のハイエナ情報を解説していくぞ。まずはパチンコからだ。パチンコは全7台導入。ニュータイム搭載は4台だ。まずは西陣の刀使いの巫女からだ。この台は開発費に1億かかった新台だ。新機能の搭載するために検査22回も落ちたらしいぞ。その新機能についてはまた後で話すぞ。その新機能でやめ時も変わるので注意だ。天井は599回転1種西混合機だ。大当たり確率は199のライトミドルだ。ボーダーは 1K 当たり20回転。1K 約17回転で残り320が狙い目だ。トータル継続率 83% のよくあるスペックだな。ラウンドが偏れば万発も出せる機種だな。さて、ここからは新機能について説明するぞ。この台はへそで当選し時短なしの場合のみ。絶対領域という CZ のような役割の状態になるぞ。絶対領域中では、ダブル抽選が行われ、へそで大当たりと突然時短を抽選するぞ。図で見てもらうとこんな感じだ。図のがわかりやすいと思うのでこちらを見てくれ。この状態が、へそで当たった時短なしに必ずついてくるぞ。単発即やめの台は絶対領域中の可能性があるので、要チェックだ。15は30回転で終わるのでそれが終了次第に即やめだ。これが新機能だが、まあ潜伏確変みたいな感じなので、捨てないように気をつけてくれよな。次はウルトラマン太郎通帳決戦ライトバーだ。ミドルがなかなか荒かった台の雨だな。ミドルの太郎のエアバイブは面白かったので今作も期待だな。天井は389回転1種西混合機だ。大当たり確率は129分の1。U タイムは、4回転なので当選期待度 50% と。低いが右の爆発力は高い仕様になってるぞ。ボーダーは 1K 当たり18回転。1K 約17回転で残り170回転からが狙い目だ。U タイムが少し弱いのが残念だが、ついてるだけありがたいな。さて次は、サンスリーの銀ギラパラダイスの雨だな。同じ筐体でミドルやライトミドルがあるので注意してくれ。天井は299回転1種西混合機だ。大当たり確率は99分の1。ボーダーは 1K18.5 回転、1K17 回転で残り160回転が狙い目だ。ボーダーも甘いので回るなら浅く打ってもいい台だな。さて、U タイムは次で最後だ。入銀のガールフレンド狩山だ。導入台数が約1000台と少ないので、目にする機会のが少ないかもだな。天井は299回転 ST 機種70回転、大当たり確率は99分の1、ボーダーは 18.4 回転。1K 約17回転で残り120。前回確変の場合は、データカウンターから、70回転ほどずれるので気をつけてくれ。U タイム機種はこれだけだな。次はスロットの新台の2台だ。どちらも導入が5000台だ。最初はブラックラグーンゼロからだ。天井は 777G は33ポイント。天井恩恵は AT 当選だ。主にゲーム数狙いで問題ないぞ。狙い目は 230G。有利区間消灯は、AT 好みだ。やめ時はバラライカゾーン失敗後やめだ。有利区間が引き継いだ場合は、天国モードが2回ループするぞ。浅いゲームで直撃を見かけるので現在は続行を推奨だ。リセット時は内部的にバラライカゾーンの、可能性があるため 5G だけ打つのもありだぞ。ブラクラはここまでだ。次はドリフターズだ。天井は、異世界ステージ終了後 800G α。天井恩恵はドリフターズゲート CZ 以上に当選。ドリフターズゲートはラッシュ期待度 50% だ。狙い目は 400G から、AT 後異世界ステージ消化後やめだ。この台は、通常時に赤7を揃えるとペナルティが発生するので、左はオーバー狙いをすることに気をつけてくれ。最後に6台の狙い目だ。今回の新台では U タイム機種がそこそこあったので、しばらくは忙しくなりそうだな。今回はここまでだな。スロットの狙い目変更ややめ時変更は、コメントで告知か動画にするので確認しておいてくれよな。わからないことや質問があった場合はコメントよろしくだぜ。チャンネル登録もよろしくだぜ。ご視聴ありがとうございました。